皆さんこんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいざーでーす。はい、今日はね、雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとこちらになります。リンネルの8月号になります。なんでこちら買ってきたかというと、まあ、ここに載ってますけどね、これはね、前々から私がね、別の雑誌でも、購入しておるんですけど、DOD のね、ランチトートバッグとパスケースがね、今回ついてるんですね。で、これね、色柄的にもね、シンプルですごく使いやすそうですし、特にこのパスケースっていうのがね、気になりますので、ちょっとこちらの方をね、開封して見ていければなと思っております。こちらはね、ここ最近のね、雑誌の付録の中ではトップを争うね、いい良さそうなね、商品なんでね、ちょっと期待をして、見ていきたいと思っております。じゃあ早速ね、開封して見ていければなと思っております。それでは開けていきたいと思います。梱包についてはね、こんな感じで梱包されております。結構ね、ちっちゃめに梱包されておりますね。雑誌と比較してもね、ほぼ雑誌の半分ぐらいの大きさでね、梱包されておりますね。はい、で、厚さもね、そんなにないんですね。まあ、パスケースはいいとして、トートバッグがね、どのぐらいの大きさなのかっていうのをね、気になるので見ていきたいと思います。あとはね、やっぱりこの雑誌のね、付録レビューで、梱包を開けるときにね、一番初めに気になるのは、どんな感じでね、折りたたまれて、ちっちゃく入ってるのかと。で、2点目が、やっぱりね、結構ブランドものだとね、印刷とかいろいろされてると思うんですけど、匂いって部分もね、気になるので、まあ、そういったところを見ていければなと思っております。じゃあ、早速ね、テープ切りましたので開けていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。はい、まずパスケースがね、ちゃんと紙に包まれておりますね。じゃあこれをまず出します。続きましてね、トートバッグはこんな感じで折りたたまれております。ね、上下っていうか下ですかね、下の底辺の部分と左右がね、折りたたまれてちっちゃく入っております。じゃあこれ開けていきたいと思います。出していきたいと思いますですかね。はい、こんな感じでね、折りたたまれております。いつもの通りね、ちゃんと乾燥剤が入っております。じゃあこちらね、広げましょう。はい、こんな感じでね、折りたたまれておりました。で、続きましてね、こちらね、紙に包まれておりますけど、はい、こちらはね、こんな感じですね。若干ね、これ革でできているんですけど、若干こうね、湾曲っていうかね、真ん中が折れちゃってる感じですね。まあ、こういうのがやっぱり気になる方がいらっしゃるんでね、私の方で、開封してね、こういうふうにちょっと若干折り目がついてますよというのがお知らせできればと思っております。次にね、匂いですね。こっち合皮使ってて、こっちもね、全面的にね、布になってるんですけど、この部分がね、やっぱり合皮になってるんでね、匂いですね。ほんとね、こちらね、こちらはね、若干ですね、よく匂い嗅がないとわからない程度なんですけど、こっちね、若干ね、合皮の匂いがね、しますね。まあ、強い匂いとか、すごく臭いってわけではなくて、若干しますというだけになりますね。はい、じゃあこちらとね、あとこちらね、はい、トートバッグです。トートバッグはね、雑誌とのね、比較で見ましょうか。これちょっと膨らませますかね。これね、多分膨らまさないとね、はい、ちょっと膨らましました。膨らますとね、こういう形になってます。そんなにね、ちっちゃくもなく大きくもなくって感じですね。雑誌と比較するとね、このぐらいの大きさですね。はい、雑誌のね、こちらのリンネルのね、雑誌をね、横にした感じでちょうどね、重なるかなぐらいの大きさになりますね。はい、こんな形、大きさになってます。はい、だからね、こうリンネルのね、カバー、雑誌を横にしたぐらいの大きさなんで、そんなね、ちっちゃくないんですよね。で、こちらね、雑誌とね、トートね、パスケースね、ちゃんと概要欄の方に寸法を載せておきますので、そちらの方を参考していただければと思うんですけど、一応口頭で言うとね、横、高さがね、23.5 センチあります。
横がね32センチもこれありますね。幅結構ありますね。で待ちがね、12センチありますね。これがね結構待ちが12センチもあります。はい、だからこれお弁当入れるにはね、最適な大きさですね。であとこちらのね、パスケース、これもね結構大きいんですけど、これがね、縦13センチ横9センチですね。13の9センチ、これは一応ね、小銭入れにもなるパスケースって形になるので、はい、ね、これ小銭も入れられる感じですね。はい、じゃあこれちょっとね細かく見ていきましょうか。じゃあまずパスケースの方からね見ていきましょうか。はい、パスケースの方はね、こう上にね、フック、手先がありますね。でこれはね取れない感じになってる、取れない感じじゃないですね、ここねボタンになってますね。はい、ボタンになってるのでこんな感じでこれ外せます。あ、ただねこれ自体はね外れないになってます。だからここのね取っ手の部分がこうボタンでね止められるようになってるんで、こうねカバンにね、ぶる下げる時のようになってますね。ただね僕これ怖いのはね、結構ねこのボタンがね外れちゃう場合があるんですね。だから定期とかね貴重品を入れてぶる下げるっていうのはなるべく僕は避けたいなと思っていますが、これは皆さんのね使い方なのでね、一応、ここボタンで、この取っ手の部分がね外れますという感じです。はい、続きましてね、表面はね DOD のこのねロゴがね、型押しされてます。で裏は特に何もなくて、上にねチャックがあります。このチャックのタグはね特に何もないですね。でこれ開けますと、一応ねこの字型じゃなくて上だけねチャックがある形になってます。はい、中はねこんな感じで、特に内ポケットとかね特に何もないですね。パスケースが1個ねサクッと入れるか、あとは小銭がね入れられるといった感じの、作りになってます。色はねちょっと深緑というかね、ネイビーっていうかね、緑のようなグレーのようなといったちょっと中間色ですね。はい、が、一つです。あとトートバッグになりますね。これは先ほどから私が持って見せている通り こういう形になってますね。外ポケットはね特にありません。後ろも特にポケットはないですね。でこちらの方に DOD の、ロゴとね DOD っていう名前が、型押しされているのが、縫ってありますね。であと特徴的なのがこちらね、こちらの手下げの部分とこだけ D 缶がついてます。なのでねこの D 缶のところにねこれ先ほどのねこれをぶる下げるというのができる感じになってます。はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じでね、D 缶が D 缶のところにねぶる下げられるようになってますね。でこれね心配な人はね多分こんな感じで入れるんでしょうね。中に入れて実際にね定期とか使う時だけこうピッピッってやるんでしょうね。はい、ちょっとこれ私の付け方が悪かったんでね外に向いちゃってますけど、ちゃんと付け直しますね。多分ねそれがポイントなんですよ。これここね回らないんでね、ちゃんとね表と裏をね意識して付けないとダメ。はい、こんな感じですね。これならちゃんとなってますよね。はい、こんな感じでぶる下げます。ただこの D 缶にねこのパスケースをね小銭入れにもなるパスケースをぶる下げると若干塔というかね下になっちゃいますと。その代わり長めなので、もしね心配なのであればこういう風にね内側に、入れられるようなちょうどいい長さにはなっております。はい、ここポイントですかね。心配だったら内側に入れる、使う時に出すと。まあ多分このままねブラブラしながら、持ち歩くのはちょっとね怖いんでね、ここがボタンになってるから怖いんでね、なるべくならこれはね中に入れて使ってくださいという感じですね。はい、あとはこちらのねトートバッグの中ですかね。外側はそんな感じになってますけど、中に関してもね、はい、はい、中に関しても特に、何かあるわけではないですね。内ポケットとかも何もないですね。中もそのままトートバッグという感じですね。はい、
で素材はね、布というよりかはね、まあ、デニムみたいな厚手の生地になっております。でこちらね、手先がね、これ毎回言うんですけど、ここが縫い代になってるんではなくて、一応ここのね、カバンの横、下までね、ちゃんと縫い代になってるので、重さには十分耐えられる、トートになっております。はい、あとはね、底の部分がね、特に底の部分に下敷きがないんでね、ちょっと形が崩れちゃうかなって感じですけど、まあデニムみたいな形でね、ちょっと固めの素材なので、形はね崩れない、このまま持ち歩ける感じになっております。はい、以上となります。こんな感じでね、雑誌の付録レビューをねやっておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。まあ、こんな感じで開けてみないとわからないものをね、私の方で雑誌の付録レビューとしてねやっておりますので、引き続きご視聴いただければなと思っております。はい、こちらね、冒頭でご説明した通り、本日はリンネルの8月号、DOD の、トートバッグと、あとこちらのねパスケースが付いていたので、今日はこちらの、紹介レビューをさせていただきましたという形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。引き続きね、こんな感じで、雑誌の付録レビュー、それ以外のねガンプラとかフィギュアのレビューやっておりますので、引き続きご視聴いただければなと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバーイ。